今回のギミックを使えば4種類の部屋の組み合わせができますね。そう、それこそ前回言った拡張性なのです。このギミックを使えば2種類だけじゃなく、4種類の装飾を切り替えることが可能になります。なんという拡張性。しかも仕組みは全く同じなので、レッドストーンリンクのチャンネルの数も同じ。回転する角度が違うだけか。さらに水平の回転だけでなく、垂直の回転もできます。横に場所が取れない時とかはこっちの方が使えるな。スティッカー入門にしては使い道が結構ありますね。入門でこんなに使えるんだから、発展すれば何が作れるんだろうな。さあ何でしょう。まだ何も思いついてないようです。今回で倉庫完成です。一つの施設に時間かけすぎだぞ。いや、思ったより大きくなってしまいました。あれも入れたい、これも入れたいとロマンを無駄に詰め込んだ結果、ただでかい穴ができていました。もっといろいろ作りたいものがあるのに、倉庫のせいでそれが作れない。これが倉庫の呪いというものでしょうか。セルフで呪われたんだけどな。それで今回倉庫作成最終回で何を作るか、ヒントはこれです。これは、レッドストーンダストとグロウストーンダスト生成施設。その二つのアイテムで作れるものとは。はいどうぞ。マリサさん、あとこのクイズにボタン制度とかないですからね。レッドストーンダスト、グロウストーンダスト、これらでできるものとは。粉塵爆発。そんな機能はない。正解はレッドストーンランプですね。青し、あと道徳心があればよかったね。これであの地下の大穴を明るくして、地下をチカッとチカチカします。普通の松明とかグロウストーンとか使わないってことは、明かりにもギミックを仕込むのか。無駄だな。もう見る前からぶった切り。今回もクリエイトでしかできないロマンを作りますので、まあ否定はできないですけどね。でしょうね。即席の新中合金作成エリアを作りました。もうパート30になるのにまだ工場作ってないってマジ。地方の建設計画かよ。それらを使ってレッドストーンランプとレッドストーンリンクを3スタックずつ作りました。やっぱり今回もでかいもの作るんですね。わかります。地下が広いからね、仕方ないね。それではまず手始めにエレベーターを作ります。早速レッドストーンに関係なさそうなもの作るなぁ。作りました。あらあっさり。これくらいはもうカットですよ。ロープで上下させてるだけですから。本当にひねりのないただのエレベーターだった。ちなみに壁はこれでいきます。ドアとかは？こっちの方が開放感ありませんか？開放感という言葉に逃げたな。で、この地下倉庫を見てどう思う？すごく、マシュマロです。レッドストーンランプ作ったんだから明かりの感想言えよ。それでもコメンテーターか。コメンテーターではないですね。そう、真っ暗なのです。アイテム金庫に刺さってる松明だけがここの明かりだな。アイテムリストの松明も忘れないであげてください。この真っ暗も地下っぽくていいんですが、コウモリがうるさいんですよね。なので湧き潰しも兼ねて明るくしようかと。コウモリって空中まで明るくしなくてもいいんだよね。マイクラの基本情報の欠如。ということで明るくしていこうと思います。レッドストーンランプを設置する前にいろいろ前準備。まずはエレベーターにレッドストーンコンタクトをセット。そしてそのすぐ下の壁にも同じくレッドストーンコンタクトをセットします。倉庫に落ちまして、7ブロック間隔でレッドストーンコンタクトを設置していきます。こんな感じになりました。結構、高いな。この壁。そしたらその壁の対になる壁に松明を設置していきます。間隔はレッドストーンコンタクトと同じようにします。7ブロック間隔ってことだな。こうなりました。一筋の光。イデオンソードみたいですね。あとはこの何もない壁にも、明かりを灯します。こっちは波動の嵐みたいだな。それをさらに横に広げてこんな感じになりました。辛い。なんか漫画資料館みたい。しかし今回使う光源はレッドストーンランプ。この後この量の松明をレッドストーンランプに置き換え、かつレッドストーンリンクの設置&設定を行う必要があります。地獄かな？レッドストーンリンクのチャンネル作成に使うブロックを表示してわかりやすく、松明が今12層あるので、ブロックも12個です。あ、それぞれの高さでチャンネルを変えるのね。それでは最下層からレッドストーンランプをセットしていきましょう。その前にレッドストーンコンタクトから出力される信号を受信するレッドストーンリンクのセットから。これでよし。それでは張り替えていきましょう。まずは松明を設置したところを壊して、レッドストーンランプを設置。じゃなくて、初手ミス。さらに1ブロック奥まで壊して、そこにレッドストーンリンクをセットして、さっきのレッドストーンコンタクトの出力を受け取るレッドストーンリンクと同じチャンネルにセット。信号受信モードにして、そこにレッドストーンランプ。これで1セットです。試しに信号を出してみると。はい、1
かりました。クォーツブロックの白とマッチしてる。あとはこれを一周終わるまで繰り返します。地味にめんどくさい作業。じゃあこれが終わるまでコメント返信コーナーしますか。お、久しぶり。このコーナーは結構編集していて楽しいコーナーです。それではまず一つ目の、はい、一周終わりました。コメント返信する気なかっただろ。これが合計で12層あるので、あと同じ作業を11回ですね。質問返信のコーナー。このコーナーは結構編集していて楽しいコーナーです。それさっきも聞いたな。隠し部屋感がやっぱりいいですね。お、ロマンがわかる人がここに。でも大掛かりなもの期待されてるらしいぞ。第三新東京市とかどうですか？隠れないだろ。本棚のパターン増やして各レベルエンチャントとかできそう。確かに序盤の4部屋構造ならできそうだな。最高エンチャ以外にする必要ある？こいつ物事を0か100かでしか判断できなさそう。チャンネル登録しました。いつも楽しく見させてもらってます。こちらこそコメントありがとうございます。実況者の3大栄養素が取れて私は満足です。3大栄養素？コメント、感想、意見です。全部同じじゃねえか。3回も見ちゃった。暇あると見てしまう。暇なあなたにうっとりチャンネルをどうぞこれからもよろしくお願いします。なんか演説してるみたい。出たなロマン部屋。皆さんもうお気づきかもしれませんが、クリエイトと書いてロマンと読みます。読みません。案件、お待ちしています。今の流れで案件要素あった？以上、コメント返信のコーナーでした。たくさんのコメントありがとうございました。コメント通知が来た瞬間に見ています。じゃあせめていいねくらい押せ。ということで明るくなりました。しかも無駄にエレベーターと連動しているという。これがしたくてグローストーン工場作りましたからね。本当はもっと詰めてランプを設置するべきですが、普通に疲れました。なんだただのサボりか。あと天井も諦めました。しかも途中から設置方法ちょっと変えましたしね。足の仮組を先に設置しておくスタイル。もちろんバッチリ謎判定で言っています。ほんとこのジェットパックポンコツだな。そしてこんな感じに全部に足場を設置してからレッドストーンランプ設置をしました。さらに暗くするため、エレベーターの穴が勝手に閉まるようにしてみた。完全に暗くするようにしたのか、謎のこだわり。まあ予想はしていましたが、かなりの光源バグのようですね。私的にはクラッシュしなかったのがすごい。そこまでではないと思うけどね。あ、でもこのエンジンの明かりはこれはこれでシャレオツなのでこのままにする予定です。暗闇で動き続けるエンジン、素敵やん。それでは最後に仕上げです。この倉庫を作ろうと思った最大の理由、それは今から作るアイテムを使いたかったからです。集大成。Cランタンとストレージネットワークルート、エンダーチェストと金のブロックで。クラフティングリモートです。リモート、あ。これを持ってネットワークルートを右クリックすれ、シフト右クリックすれば、遠隔でネットワーク内を確認することができます。これが使いたかったんです。これくらいならあんな大きな倉庫作らなくてもさっと作成できただろ。図書室のエレベーター乗り場までクォーツで白くしました。白はいい、見た目がいい。ということで長きにわたる倉庫作成、これにて終わりです。倉庫が足りなくなったら金庫を追加していく方式でこれからも動画外で拡張し続けます。結局このシュート何？それは次回、と言いたいところですが、次回は便利アイテムを作るため各地に回りたいと思います。結局まだこの謎は解明されないのね。10パート以内にはわかるんじゃないですかね。案が長い。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。